任せとけ。極め登場。先日までシルエットで一体これは何方藤四郎なんだといろいろね声が上がっておりましたけども、2月21日火曜日メンテ明けにて、なんと博多くんの極めだつたー、うわーまさか博多くんだとは思わな、あこんくらいですかということで、イベント地下に眠る占領箱、う頭が、あやめろ、うわあ、頭の骨の縫合を外された。ん？あ、でも優しい、う頭が、う優しい、う頭が怖いよ、逆に怖いよこの文字が。今日から3月7日まで各界のボス討伐で刀剣男子入手のチャンスと、博多くん、後藤くん、シナノン、人妻、まあ彼は人妻ではないけども、で応援アイテムが販売。よしよしよし、今回はなんか高い値段出すと極めの修行道具が混ざってるとかあれはないな、よしよしよし、買わずに済んだぜ。目つきが危ないよバレた、帰ったぜ。おかえり。これでよかったのか。そして博多くんの様子がいつもと違うようだ。いつも円マークなのに。ちょっと話は聞いてくれんね。今日はドルマークになってる。ココン、大きいのとちっちゃいのが揃い踏み。博多藤四郎が修行に旅立ちたいようです。なんだろう、会計士の資格とか取るのかな。そして行きましょうか、旅道具だけ多いな。行ってらっしゃい。ココン、修行に旅立った刀剣男士は96時間後もしくは96秒後に極めになって帰還します。修行開始から24時間ごとに刀剣男士からレターが届きます。届いた手紙読まずに食べた。旅立つ時には全て外されます。スポンポン。帰還後は装備の確認をお忘れなきように。かしこまりかしこ。あの人が帰ってくるまで何して過ごす？そうだな、ジェンガとかやって待ってようぜ。ここ帰るの忘れてた。いろんなキャラの見たいけども、まあいいでしょう。そんでもって連結からだっけ。博多くんはレベル高いからな。帰還。僕に何か買ってくれたりしないの？今日は博多くんに買います。で連結もう一回開きの、早いなんか不思議な格好してんな。これは帽子？おお、かわいい。水戸光圀公っぽさがある。どこか商売の勉強をしとった。みんなとはちげえところで役に立つと。ちげえってのかわいい。この BGM いいな。なんだろう、アキンドとかそういう系の帽子なのかな。ほうほう。あ、そういえばステータスアップの種が今いないな。ちょっと能力低い状態だけども、まあ、こんぐらいあればいいでしょう。博多くんを入れて占領箱いきますね。まあその前にちゃんとお手紙も見るんでご安心を。博多くんはみんなだいたいレベル高めなんじゃないかな。だいたい大阪城に連れてったりしてたから。隊長は俺ばい。迅速なソリューションでビジネス世界に革命を起こすばい。今なんかカタカナ使わなかった君。まあまあまあ、まずこの状態ですよね。勝負するばい。どっから行こうかな。ここら辺でいい感じかな。脱衣するばい。ポックン脱衣するばい。ここの人差し指が可愛い。 IT を握る者がビジネスを握るばい。え、ちょっとあの博多くん、博多くんどうしたの？なんで成長してるの君。ちょっとびっくりしたばい。ビジネスはチャンスへの突撃ばい商売上手切り商売上手切り。え、なんつった今商売にアタック、商売上手切り、なんだそのあれは商売上手流、
知っているのかライデン。資本主義は勝つかの時代。アヒンドたちが自らを守るために編み出した、それが商売上手流。今日の税理士、会計士等、金融業、そう、並びに金融業、金銭に関わる者にとって非常に役立つものとなったことは明らかである。民命処方官。握る者がビジネスを握るばい。なんだろう、博多藤四郎に学ぶ金とは。ビジネスはチャンスへの突撃ばい。商売人アタック。さっき食らった時もさ、ヘムみたいな言わなかった？ホットマネーが解き放たれとるばい。ホットスキンが資本主義アタック。資本主義アタック、必殺資本主義アタック。何そのなんだっけ、アスカ文化アタックみたいな、なんかそれ系。同じ匂いを感じるよ。ホットスキンがはだけておるよ。資本主義は勝つ。なんだろう、博多君、君はギャグキャラかい？怪我した、怪我した内番がな。お、よかった、あと10分ぐらいで戻ってくる。そしたら博多君の内番見れるぞ。任務完了ばい。特殊ボイスとかはまあちょっと待とう。まずは営業成績ばい。あそこから見なきゃね。商人が世界を回しとると、まあいろいろあるけども、他にもねボイスあるけど、放置ボイスとかもあるけども、まあ、まずは直しの。もうちょいボイス上げよう。でもって盗聴から博多藤四郎、博多藤四郎、こっちからお手紙だけど、まずこっち見ちゃおう。博多に行って商売は学んできた担当が俺、博多藤四郎。藤四郎の他の兄弟とは違う分野で役に立つと。まあここのセリフはまだいいけどな。さっきなんかすごく。おかしいな、俺なんか聞き間違えたかな。資本主義アタックだとかなんかそんなものが聞こえたけどもね。ここはあの小学生の名札みたいで可愛い。でさっき言った人差し指、ここ可愛い。ポーズはこれは一緒かな。なんだろう、このちゃんちゃんこっぽいやつ、ちゃんちゃんこかな。うん、冷えてきたからね、これでも着なよって主もしくは修行先の誰かがくれたのかな。まあここら辺すごく寒いけどな。コートを着てるけどミニスカートの女子高生みたいに。でも慣れてるから大丈夫なのか。寒いは寒いけど慣れてるって感じ で、 スポーン、スポーンしてますね。このビリって破けたこの布の。このビリ飛び感がすごいな。無重力はだけグッズ。さてお手紙見ようか。数多いお守りとしても5つ目、24時間経って戻ってきた。主人へ、でっかい男になるため俺は博多にやってきた場合。あ、ちなみにあのこの方言無理なんで適当に喋ります。俺は担当でも小さな男で終わる気はなか。ゆかりの地かな、地でしっかり学んで帰るつもりばい。しかしこれから土下座したもんか。結構ノープランで行ったのかな。現地へも多分ヒッチハイクとかで行ったのかな。じゃあ2通目、主人へ。はい、主人です。あたりをうろちょろしていたら黒田忠之様に目をつけられてしまいました。黒田様は私を商人から買い上げた元の主の一人でございます。これが縁という物事ある。せっかくなので少々厄介になってきますばい。主人へ。
黒田様は金遣い場荒いご人場合、そのせいでいろいろ問題は起こすことになる。もっともそういう人やったからこそ俺が買い上げられたのかもしれんけど、やっぱり金の流れは大事ばい。おろそかにするとやらねばならんことに支障ば起きる。俺は出入りの商人から商売は学ぶことにする。そうすればみんなの役に立てるはずばい。あれがな、本丸の家計を担ってくれるのかな。これも投資と思って帰れば待っててほしいと。さっきの鳩も投資よ君へので、帰ってきた姿がこちらと。博多に行って商売は学んできた。なんか割と明るいストーリーだったね。明るいというか、まあまあ他のストーリーがね結構重い話とかもあったからな。まあでもこういうキャラだからそういう感じでいいんじゃないですかね。でちょっと内番帰ってくるまで待ちましょう。あ、待つんだったら放置して待とう。時間をなんと交換しとった？なんて言った？時間をゴンゴゴン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 、なんて言ったんだろうお、戻ってきた戻ってきた。土いじり、たくさん収穫できるといいな。じゃあここに畑のところにヘケーテ君を入れましょう。今回は他は入れずにホイと。なお売るには迅速な輸送がいるけんね。ちょっと変わった？前こんな感じだっかな。ちょっと見比べてみよう。手ぬぐいっぽいものを持って、この笑顔守りたい。この笑顔、着物が汚れないよう抜きましょう。守りたいこのセクシー。取っちゃおう。数多いお守りとしてもステータスとしても人気。博多に行って商売は学んできた担当が俺。数多いお守りとしても一緒かな。ステータスとしてもに。それそれ、とりあえず一通り博多に行って商売は見終わったので、危ない、一人で行かせるとこだった。もうめんどくさいから極め舞台でいいか。最初のあたり、担当を育てるためにこの子ら連れてってもいいけども、ほーい、盛り上げればいいんだろ。せっかくなので連れてこうか。博多くんは連れていくと。大将、小判が 1.5 倍。空って全部つながってて、でも装着装着装着パイルダーオン、なんかオンしそうだもんな。勝負するばい。頭にもう何度目かな、この大阪城。ココーン、いつものダコン。ふはー、油揚げココーン。博多藤四郎にはこの地下において入手できる小判が増えるという特殊能力が備わっていますっていうのを、これ言うの何回目だコン。彼を舞台に加えましょう。3月7日の14時で終わりだコン。またあれかな、階層によってたくさん小判が落ちる階とかあるかな。ビジネスを握るばい。特にそういうところで博多くんを入れといた方がいいけども、まああるかないかわかんないな。優しいの方だからねこれ。ビジネスはチャンスへの突撃ばい。内容を見ると5回ごとにマップが切り替わってと。遅いてそこだね。岩通しでパッパやるとやっぱ楽と。あ、今回また50回近くになってくると優しくない舞台が出てくるっぽいな。大将、俺にも。もう作業ですね、ひたすらと。まあいつもと変わらないのでパッパと飛ばしちゃいましてと。ここで勝てば黒字ばい。 IT を握る者がビジネスを握るばい。基本赤字にならないからな、戦ってる分には。あ、まあ手入れで多少は減るけども。ビジネスはチャンスへの突撃ばい。それにしてもまだ担当ばっかだね、極め。遅い、早くいろんなキャラを死んで極めにしてほしいけども、
ただ極めに、どんどん極めが出てきちゃうとインフレしちゃう恐れもあるからね。極めが相当役立つようになっちゃったから、担当たちね、大将、うまくバランス取れるような、それぐらいの強化じゃないとね。はい、かわいい。ほう、1階からまあまあですね。まあ、疲労度は溜まっていきますけども、行けるとこまでバンバン行っちゃっても OK と。そして玉集め、皆さんどうでした？私はもうやる気ありませんでした。もうすごいだらーっとやって、少しアイテムゲットしてって感じだな。なんか後半ちょいちょい落ちるようになったけども、途中までなんだろう、前の時ほど楽器が落ちないというか。さて誰で行こうかな。ちょっと曲あげよう。あー、いいなー。あ、あー、取れないなー。どの道取れなかった。安さだもいいなー。スタンダード、操作もいけるねー。ちなみに、お、もしかして操作と、あー、ダメだ、2、2。あー、何個か一度に取ろうと思ったけども、よし、ここは間を取ってるか分からんけども、長谷部で。はい、ボートコトと三味線で楽曲を入手。なんだろう、常にやってほしいな。なんかどっかのボスマスとかでね、確率は低くてもいいけども、常に何かしらドロップするような状態でいてほしいな、イベント以外でも。さて、ここでまず、ごめん、ちょっとさすがに BGM がでかい。長谷部を金字にして、禁止曲オン。スタート。ふん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 ふふんふふふふんふふんふんふ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 んふんふふふふんふふふふんふふふんふふふん。てな感じで、長谷部の禁止曲を流して、それを実況してるんですけども、偉い大人たちに見つかると、禁止曲のこのサンプルじゃなく買った方、買ったってのおかしいな、の方は流していると変にゃされちゃうんで、しょうがなくここのところをミュートにしてますので、大きい長谷部と、違う、大きい近之助と長谷部を眺めつつ、あの頃を思い出しながら実況してみようと思います。あー、ここら辺いいな、この B メロ、ここのね、今のクイーンって来てパーンしたところがすごくいいです。いいっすねー、 B メロ。あ、 B メロからF メロに飛んだ。すげえなー。次は H メロ。あー、行くんだ。ハセベだから。なるほどね。H メロ初めて聞いた。はーい。次、何行く？あー、Z サビ。Z サビね。なるほど。やっぱ Z 戦士たるもの、Z サビぐらい歌えないとね。なるほど。いい楽器ですね。あー、そこで、スチールなんちゃらドラムみたいのが、パンポコパンポコなって、あー、いい感じですね。そっから、サンバのリズムっぽくなって、陽気になってきたと思いきや、ちょっと、昔を懐かしむロカビリー調になり、あー、いい感じですね。あー、かわいい。この、ベースの感じが気持ちいい。さあ、そこからか？そこからどうする？次は、F シャープの G マイナーが、飛んでん兵で、そこから、くるっと来てパーンの2サビが、3.4 サビの 2x4 来ました。いいっすね。さあ、ここから、フォルティッシモ、リタルダント、フェルマータ、ウンポーコ。あー、いいっすね。今のいい感じの記号でしたね。さあ、次どんな記号が飛び出してくる？あ、なるほど。これは発電所の記号ですね。なるほど。チリがだんだん分かってきたぞ。さあ、ここで盛り上がってきたと思いきや、盛り上がっているのは俺だけだった。誰が盛り上がっている？視聴者。いや、視聴者は盛り上がっていない。なぜかというと、禁止曲が聞けない。早くサントラを出してくれ。そういった悲痛な叫びが聞こえてくる。俺も買うから。すぐに買うから。早く出してほしい。聞きたいです。でも、マジレスするとあれなんだろうな。この時期でサントラ出しちゃうと、ゲーム本編でみんなが頑張って楽器を集めなくなっちゃうから、ほんと結構経ってから改めてサントラってことなのかな。
でもそうなるとさ、どんどん禁止局って追加されていくんだから、運営開発側もどのタイミングで出すんだろう。もしかしたら出さないなんて、そういう未来もあるのか。いやそれはないとは思うけども、でもなんだろう、禁止局含めその刀剣乱舞のいろんな曲のそういう演奏会とかやってほしいな。うん、チケットとか取るの大変そうだけどチケット系で言えば豆乳とかな、一度は見てみたいけど。おっと、曲の実況しなくちゃね。さあここでストリングスで、ストレングスでストラングスがストミングスしてますね。あ、いいですね、今のオブリガードでグラシアスな感じのシエシエがあれしてムーチョスグラシアスして、そこでパンの上にトーストを乗せる、その上にブレッド。ああ、この三段重ねいいですね。まさに長谷部、長谷部事情をよくわかってる曲ですね。さあここら辺で1番が終わりましたね。で2番からよりねプログレーな感じが響いてきて、ここで、あの、ニシンと大根のアンサンブルが、いい感じですね。いい感じになってますね。ここで、アドナインスで、アドエーンデス、そして、アドヨインデスに繋がっていくと。これは難解になってきたぞ。さあ、ここで、長谷部が鎧を取り外し、刀の、その、刃がある方じゃない方で、鎧のところをガリガリっと削ってギロみたいな音を出している。そうして世界が平和になる。めでたし、めでたし。止めます。取れなーい。笛が足りねえな、俺。課金でもいいんで、課金でもいいんで、はい、笛どっかないですか？笛どっかないですか？笛ないんすか？増えないんすか？ないっすね。売ってくれよ銭なら出す、博多が持ってくる、銭なら出す。にょん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 ってな感じで、ここもね禁止曲を流してしまっていたので、残念ながらミュートということで、このあたりは確かね、刀剣男子は、新刀剣男子はゲットするの難しくてもいいけども、楽器はもうちょっと優しめに取れるといいなっていう。あと、なんか、視聴者の皆さんとかに感謝を述べて、で、なんか世界平和について語って、すごく好感度の上がってるシーンでした。うん。間違いなくそういう感じでした。ということで、再ウプヒンでした。